新たな船で、平野市用神宮寺裕太、岸裕太と共に迎える未来。第1章、七夕の夜、新たなスタート。2023年の七夕の夜、元キングプリンスへのメンバーである平野市用と神宮寺裕太が、新たなるスタートを切りました。脱退から1ヶ月が経ち、二人はまだ表だった芸能活動を行っていない状態でした。 この静けさの中、彼らの地なる言っては、あの人を待つことにかかっているようです。第2章、新たな舞台への第一歩。平野志耀と神宮寺ゆうたは、2023年5月22日に金プリを脱退し、ジャニーズ事務所を退場しました。 その後、様々な進路に関する憶測が飛び交いましたが、7月7日、滝沢秀明氏が立ち上げたトベニビーという新たな会社での活動をスタートさせました。同日、公式インスタグラムアカウントを開設し、ファンとの交流の場を提供するとともに、その人気は着実に広がっています。第3章、未来への展望。 しかしながら、合流から1ヶ月が経過し、2023年8月10日現在でも具体的な仕事の発表はされていません。テレビ局関係者の一部は、彼らの本格的な活動はもう少し先になるだろうと推測しており、その時期は9月末で、そのタイミングでジャニーズ事務所を退所する岸歌さんと共に新たな一歩を踏み出すのではないかと考えています。 第4章、岸優ユタの存在。岸優ユタさんは、今後の活動については明言していませんが、業界内では彼が飛べビ b に合流する可能性が高いと見られています。もし岸さんが合流するとすれば、そのタイミングは事務所を辞めた10月以降であり、平野耀さんと神宮寺ユ太タさんと共に、岸さんと共に新たなスタートを切る秋頃からの活動が期待されます。 第5章、未来への期待。テレビ局関係者によると、平野志耀さん、神宮寺勇太さん、そして岸優太たさんの3人が新たな活動を始めることは、ファンの期待も高まることでしょう。 過去には、平野さんと陣十字さんが飛べに B への介入を発表した後、URL の末尾に JHK という文字が含まれており、ファンの間でそれぞれの頭文字ではないかと噂されました。これは単なる偶然ではないかもしれません。第6章、夢への一歩。岸優太さんは、ジャニーズを退場する際、海外への強い思いを明かしました。 そして、滝沢秀明氏の下での活動が、その夢に近づけるものであると示唆されました。滝沢氏は、TikTok のライブ配信の中で、世界進出を目指し、配信中心で楽曲をリリースする方針を示しました。これにより、金プリは国内だけでなく、海外の人々にも音楽を届けることを目指していることが伺えます。第7章、共通の目標。 平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、そして岸優太さんはデビュー以来世界に通用するグループを目指していました。特に平野さんと岸さんはその思いが強く世界進出に向けての意気込みを見せています。そして彼らの共通の目標が3人で新たなる船出を果たす鍵となることでしょう。結び、新たな未来への期待。 平野耀さん、神宮寺勇太さん、そして岸裕太さん。彼らの新たなスタートに対する期待が高まる中、未来への希望が広がっています。3人が共に歩む道は、確かに新たな挑戦となるでしょう。それぞれの過去と共に新たなる一歩を踏み出す彼らの姿に、ファンの心は震えることでしょう。待ち望んだその瞬間が、もうすぐ訪れるはずです。